紐でくくる靴の作り方の説明をさせていただきます。あの分かりやすいように白でしてますけども、茶色なんかもいいかと思います。側面と底は表布で2枚、裏布で2枚で4枚入ります。紐の穴の開けるパーツは4枚です。で、紐の穴を開けるパーツを中表で4枚。上と下を縫って、でひっくり返します。 側面表布の角のところ、角の下の隅にパーツを縫い付けます。で、縫い代を取り過ぎてないか、ちょっと1回折ってみて確認します。で、側面裏布とそれを中表に合わせてで、側面上のラインを中角角中って縫います。で、縫い代に切り込み入れてひっくり返します。側面のかかと表布と表布裏布と裏布を縫い合わせます。 裏布の前の方、つま先の方に返し口を残してで、表布の側面と表布の底、裏布の側面と裏布の底を縫って縫い代に切り込みを入れます。返し口を閉じます。で、ひっくり返してで上のラインを端ミシンします。で、アイロンして。 あの次ハトメ穴を作るんですけども、もし洗わないのであれば布用ボンドを塗ってで乾いてからポンチで穴を開けます。うん、で穴を開けて糸でかかるンが洋裁の本質なんですけども、私はもう穴開けたらそのままです。うん、で紐を通して出来上がりです。